界が誇る最高の名将小津安二郎監督が送る秋日和。汚らしい、そんなの大っ嫌い。あやちゃん、どこ行くの？ほっといて、そんなお母さん大嫌い。母と子の愛情のもつれは、周囲の人々の善意によってその母と子をも結ぼうとしていく。ああじゃありません。おばさま何もご存じないのに、どうしてそんなことあやにおっしゃるんです？どうして静かな池に石を放り込むようなことなさるんですか？そのためにあや大変苦しんでるんです。どうしてそんな平和な家庭をかき回すようなことなさるんですか？それを伺いに来たんです。お答えください。お答えになれないんですか？縁談をめぐって起こる母と子の微妙な心理の対立を、岡田真理子、司陽子、原節子、佐田啓二、さらに桑野美由紀、三上真一郎、サブリシン、劉知秀と多彩な敵役を連ね。いや、相手はとにかくとしてだ。お前どう思う？どう思うって、それ相手次第だよ。俺の知ってる人かい？ああ。誰だよ、言ってごらんよ。隠すなよ。隠しはしないよ。いいとこあるよ、このおじちゃま。幸せなやつだよ。なあ。顔をもんだよ、まったくね。小津監督独自のスタイルと話術をもって、人生のわびしさをユーモアと哀愁を交えて綴り、文壇の重鎮、里見トンの原作を得て、野田光吾、小津安二郎の共同脚本によって描く里見文学と小津芸術の新しき感動を呼ぶ巨編、秋日和。